なんで付属のユーティリティで録画できないのかわかんない。これからサポートに問い合わせようと思います。で、サポートに聞いて原因が判明しました。ヒント、プレファレンス。原因がわかりました。ここ、プレファレンスでですね、よ、ここで 1080p 30フレームを選んでください。出ましたー。ドン。よし、キャプチャーしてみよう。キャプチャー。今こうカオシレーターで遊んでるんですけどね。ドド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 ドン。続いてビデオカメラなんですけども、これはカメラごとに設定がありましてですね、 HDMI の出力方式、これを選んでください。この場合 720p にしてみました。で、インテンシティの付属ソフトの方で 720p 59.94 に変更してみますよ。ほら来ましたね。じゃあこれもキャプチャーしておこう。で、 YouTuber の皆さん気になってると思うんですけども、ハングアウトをちょっとテストしてみました。今ザクティを使ってハングアウトのテストをしてます。誰か見てるかな？見ないよな、こんなのな。でもって YouTube にもね、投稿できちゃうんですよね、これが。どうですか？ちゃんとハングアウトできてるでしょ？で、ハングアウトした内容は YouTube に動画アップロードできますからね。これからどんどんハングアウトでね、ライブやる方ね、これ、いいかもしんないですよね。まあ、ウェブカムじゃいろいろね、できないことありますからね。例えば、ズームアップしたりとかできないことありますもんね。複数台のカメラ使う場合でもね、これ HDMI でね、ブッて。ブルーッと、ブルーッとやっちゃえばいいんだよ。なんと、ユーストリームプロデューサーでも使えております。本気で使う方にはすごくいいと思います。僕はあんまり本気で使わないと思うんでどうかな。あとサポートの方も言ってたんですけど、これ出力があるんで、主な用途はむしろキャプチャーじゃなくて出力の方らしいんですよね。例えば Adobe After Effects なんかで画面を出力して、マスモニで確認するっていうことができるわけですよ。インテンシティが繋がってれば、アフターエフェクツのプレビューだってマスモニとかね、家庭用テレビで見ることができます。フォトショップの方でも同様にね、ブラックマジックイメージエクスポートでモニター書き出しができます。実はね、これより安いモデルでね、インテンシティシャトルっていうのがあるんですよ。それはこういうラインアウトとかをね、内蔵してるんですよね。そっちの方買った方が良かったと思った。ちょっとへこみました。この付属のソフトウェア、これがですね、実は最新版でないことがあります。というわけで、ブラックマジックデザインのウェブサイトからダウンロードした方がいいかもしれません。はい、ということで、素晴らしいデザインのアルミ筐体、ブラックマジックデザインインテンシティエクストリームでございました。